どうも皆さんこんにちは。今回もですね、モンスターハンターワールドやっていくんですけども、皆さん集会所にこれ階段あるのご存知です？階段ここに、うんうん、ありますね。ありますね。これ階段なんか普通に登っても面白くないじゃん。これ。階段ですからね。階段だから。今日は、この階段をジェスチャーだけで誰が一番早く登れるかっていう何それもうやりたいんですよ。この階段、この階段をジェスチャーだけで誰が一番早く登れるか。だからこうやって登っちゃうんだよ。こうやって登っちゃう。こうやって登ったらダメ。うんうん、なるほど。ジェスチャー、何かしら。ジェスチャーで登れるもんなのか、登れるもんなのかっていうのもあるじゃん。確かに。そもそもね、登れんのよこれ登れるんですよ。だから検証してる、検証してる、もうすでに。だからこれ誰が一番早く登れるか、題しましてジェスチャーで誰が一番早く階段登れるか選手権。イエーイ。でですね、今回も罰ゲームを用意してます。負けた方、いやなんだよなこれが一番ビリになってしまった方はですね、ツイッターのプロフィール画像あるじゃないですか。あれを丸一日プロフィール画像モンスターの訓示としてもらおうかな。いやちゃんつらいな。そうで、ちゃんと新しいプロフィール画像っていうのをツイートしてもらって、そこまでね。なるほど。でね、今回もね、ちょっと僕のチャンネルのモデレーターのディーン木村君にちょっとタイム計測を手伝ってもらって、やっていきたいと思うんで、早速いきましょう。早速、うん、早速もういきます。もういきます。木村君の説明とは特にいいですよね。やんなくてもいいと思うんで、とりあえずだから3選手いますね。私龍と五郎君と総統君、はい、順番ちょっと腕相撲で決めようか。あ、順番をね、勝った人から選べるってことね。じゃあ俺いきますよ。はい、どうぞ。はいはい。よーい。さ、俺ガチで腕相撲持ってるから。さあどうだ。俺腕相撲負けたことないから。フラグを立てていく。やば。マジ？イキリ系実況者。ばあ。強ない。ちょっと待ってくれよ。強すぎだろ。弱すぎ、ワルタ。腕相撲最強人類じゃん。やば。じゃあちょっと総統君とやれば。これ。そうですね。同じともこっち。よし。よいしょ。いや気持ち悪い顔。こんなキモいやつに負けないだろ、さすがに。よ、ほら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 。いけ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 。いけ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 。イエーイ。くそ。分かった、五郎くんが一番強いんだ、だから強すぎるっていうかもしれないね、もしかしたら。じゃあということで、今構図できたから、五郎1位、龍2位、総統くん3位なんで、五郎くん何番目に行きますか。もう3番目で。3番目ですね。ほう、じゃあ総統くん、はい、最初行ってもらっていいですか。了解です。何が早いかまだ分かんないんでね。いやー、基準点が分かんないですもんね。そうですね、だからここで基準点をちょっと作ってもらうっていう。ちょっと木村くん、ちょっとタイム計測。いや、ちょっと M1 だったら不利ですよ、それ。M1 だったら不利なやつですよ。出だし一発目が一番基準点になりますからね。これ結構。いやー、きついな。重要な役割。それでは、スタート地点は、そこ、大体そのぐらいでいいです。木村くんもう準備大丈夫、はい、完璧。OK。それでは、総統くんのチャレンジ。いきます。スタート。うわ、むずっ。やばいぞ登れてないぞ。あいつ登れてない。あいつ登れてない。登れてない。登れてない。こうして、ちょっと待って、焦るな焦るな。これはやばいぞ。登れてないぞ。これやばいぞ。これは相当タイムロスだ。これは、いや、いけるか。あー、だいぶラグったな。いやー、だいぶしょうがない。だいぶ序盤はこれ
おっせな、早登ってこいや。おっせ、もうちょっともうちょっと、おっせ、いい戦法だと思ったんだけどな。一応このあの黒いとこにあの足が触った瞬間がゴールですから。オッケー、もうちょっとゴール。いやーこれはやばい。空気読んでくださいよ、他の皆さんも。あのディーン木村くん、結果発表お願いします。今のタイムは42秒94です。おっせ、かかったな。まあ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 、かかってますね。おっせ、かかったな。42秒94。非常に遅いですね、これは。まあ、これは勝ったろ、さすがに。これは勝ったわ。相手も階段の上りとなってないわ。チャンスチャンス。俺が、本気をちょっと見せてるわ。お、ではですね、私の第2番目の挑戦ですね。お願いします。3、2、1、スタート。おお、よしよし、連打なんだよ。これは早い。おこれは早い。これは早い。やり込んでるじゃん、あの人。龍選手、これは早い。これは早い。挑戦じゃねえじゃん。ゴール。いいだろ。どうだ。木村君、現在のタイムは。出来レースじゃねえかよ。現在のタイムは。早っ。18秒41で。早っ。早っ。よし。18秒41ですね。整理しますと、今のところは18秒41の、総統君が、42秒94みたいな感じだったので、まあ、ここでまあ僕の運行はないですね。よし、あとはゴロ君、ゴロ君どうなるかですね。優勝候補筆頭ゴロ君の挑戦、準備できたらいってください。よし、してんな、一応。ガチ勢なんだよな。一調整してんな、あいつ。圧倒的に遅いクルリアックいたからな、結構気持ちいいな、ですよ。気持ちいいな。いや、みんなそんな感じじゃないの。やり込んでるんだよな、リュウさんの動きはもう。人間の動きとは思えない、あの速度でしたね。ゴロ君、OK ということで、では。五郎くんの挑戦、3、2、1、スタート。わわわわわわわ、同じ、もうあの動きまでされたら無理だわ。トラブルゼロ。ミスる要素なし。パクってきた、動き方パクってきた。ゴール。木村くん、タイムは16秒35です。おー、早い。早っ、ということでですね、皆さんじゃあ上集合。なんだって。やってるやん。もう遅いんだよ、公式とか出たんだよ。ちくしょう。ということですね、皆さん。ちょっとやジェスチャー。もうかわいそう。ということで、審判がかわいそうって言ってるよ、ほら。結果発表するまでもねえわ。ちょっとあの、ちょっと画面が消えないのやめてください。ということでですね、第1位、ゴロ君、16秒35。第2位、リュウ君、18秒41。最下位、ソト君、42秒94と、圧倒的遅さ。早いね。いやー遅いね。ほんとびっくりしたわ。こんな遅い人世の中にいるっていうぐらい遅かったんで。遅かったソト君にはですね、まあ、罰ゲームとして、この動画公開される日にはですね、あのツイッターの、うん、アカウントのプロフィール画像ですか、あれをちょっとモンスターのクンにね、はいはい、あのしてもらうと思って。あ
え、そんな話ありましたっけ。やめろ、長くとつんじゃない。がっつり説明しますか、序盤で。また俺、ということですね、罰ゲーム大好きな総督のね、ツイッターね、皆さん、気になる方はあのチェックしてね、行ってみてください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。